どうも、前回出演したライブでアンケート投票最下位だった次元です。お願いします。ということで、まあアンケート投票最下位だったということで、まあ、簡易12回で一番位の低い黒色の服を着てきました。何がええねんってことなんですけど、まあ、この世の中ね、何がええねんってことが、まあ、はびこってますので、皆さんに今日は何がええねんと、ね、ちょっと紹介したいと思います。はい、はい、まず福袋の何がええねん。こんなんただの売れ残りやろ。福袋何がええねん。なんかね、よく福袋買ってなんかお得やとかなんかお買い得やとか言ってますけど、福袋っていうものがなければお金払ってないですから、出費をしないこと以上のお得はないんで、福袋何がええねん。まあ、こんな感じで、はい、紹介していきたいと思います。演歌の何がええねん。もっとアップテンポで歌わんかい。演歌の何がええねん。退屈なんねん、聞いとって。何がええねん。これいきなり巻き向く遺跡ですね。はい、これあの巻き向く遺跡の航空写真なんですけど、はい、いきなり巻き向く遺跡です。はい、男が歌う西野カナの何がええねん。これあの女が歌っても意味ないやろ。男が歌ってなおさら意味ない。何がええねん。3歩進んで2歩下がるの何がええねん。絶対5歩進んだ方がええやろ。3歩進んでなお2歩進め。何がええねん。推しカップルの何がええねん。なんか山崎賢人と広瀬すず熱愛報道あった時なんか言うとったけど推しカップルやとか。何がええねん。こんな人の幸せ祝えるの伸びただけや。静香ちゃんのお父さんが言うとった、あの青年は人の幸せを祈り、そして人の悲しみを一緒に悲しむことができる。あんな推しカップルとか伸びただけや。どれがええやねん。何がええねんじゃなくて、これあこにありましたね。いきなりステーキですね。ちょっとあの画質がちょっと悪すぎますけど、はい、陰謀論の何がええねん。この陰謀論やけ、ほぼ台湾人やけ、陰謀論。陰謀論ってなんか日ハムの選手におるけど、陰謀論みたいな言うな。陰謀論が台湾で4割打者かなんかで鳴り物入りで日本球界入ってきたけどあんま活躍してない。陰謀論みたいな言うな。陰謀論何がええねん。ハッシュタグ感謝の何がええねん。感謝はハッシュタグで伝えるな。なんかプロ野球選手がプロ初勝利した時にウィニングボールと一緒にインスタ投稿したりするねん。ハッシュタグ感謝、ハッシュタグ感謝、感謝をハッシュタグで伝えるな。目を見て言葉で伝える。ハッシュタグ感謝何がいいの。ドリンクバーええな。ドリンクバーええわ。飲み放題やもんな。ドリンクバーええわ。いきなり厚切りジェイソンですね。はい、いきなり厚切りジェイソンなんですけど、まあ、あの皆さん脱毛って関係ありますよね。脱毛、例えばレーザーとかでヒゲとか VIO とかの毛を永久に抜くことですけど、 Why Japanese people? おかしいだろう。毛は脱げないだろう。どう考えても脱毛の方がいいだろう。 NEXT。 これ最後の戦争の何がええねん、ほんま。人と人と争って何がええねん、戦争で。このネタの終盤にちょっと深いこと言うこの構成の何がええねん。この風潮嫌やわってことで、まあ、僕はジエンという名前で、まあ、YouTube やってまして、チャンネル登録者数がね、ありがたいことに先日1000人を超えましてね、まあ、あの今最も勢いのある YouTuber といったら過言なんですけど、まああのまあ、めっちゃ宣伝してるんですけど、まあ、よければね登録していただきたいです。はい、ありがとうございました。